東京オリンピック閉会式1964年東京オリンピックの閉会式は大会最終日の1964年10月24日に国立競技場で行われたオリンピックの閉会式は通常日曜日に行われるが東京大会は15日間の日程であったので最終日が土曜日となった東京オリンピックの最終日は国立競技場で馬術競技が行われ 競技終了後、昭和天皇、皇順皇后が出席して、閉会式が行われた。すっかり日が沈みかけて、夕闇が迫る、国立競技場に開会式と同じように、オリンピックマーチが演奏されて、すぐに入場行進が始まった。入場行進は、開会式と同じように防衛大学生が持つ、プラカードと各国の機種だけが国旗を持って入場し、 最後の日本選手の日の丸の国旗の後に整然と国別に更新する予定であった。しかし、各国の選手団が国立競技場に入る前に国別に整列し入場を待つ予定であったものの、すべての競技を終えてリラックスした各国の選手団が係員の指示に従わず、その結果入り乱れたままになって、そのままで閉会式になだれ込むような形になった。解き放たれたように、 各国の選手たちは入り乱れたままバラバラに行進していった。国旗を持つ機種の行進の最後尾は開催国日本の福井誠であったが、すぐ後ろを行進する選手たちが彼を肩車して行進し、様々な国の選手が入り混じり腕や肩を組み合い、入場する、かつて見られなかった形となった。国立競技場に入場した後も選手の中にはお互いの姿を カメラで撮影したり、公式スーツではなく、競技用ユニフォームで参加する者もいた。さらに別の国の選手を肩車で担いだり、列になりを踊る選手がいるなど秩序がないものとなったが、そのために、帰ってまさに平和の祭典を体現した、気あやいとした雰囲気のものとなった。こうした自由な入場スタイルは56年のメルボルン大会で、 初めて採用されたものだが、人気競技である陸上の日程の多くが前半で終了し、選手たちが帰国したことも手伝って盛り上がりを書いた。60年のローマ大会では、前回大会の反省を踏まえ、陸上競技の日程を後半に組み、また、閉会式も厳かなスタイルに戻した。しかし、東京大会では、後に式典の神様と呼ばれるようになる。 日本体育協会式典部長の松沢一角が中心となって、選手村の宿泊費などの費用を日本が負担し、選手たちが喜ぶイベントを仕掛けるなど、選手をできる限り閉会式まで引き止めるアイデアを実施した。そして、閉会式が訪れると、松沢は行天プランを決行した。男子マラソン金メダリストのアベベビキラを先頭に、国、人種、 性別の垣根を越え、選手が一段となって入場したのである。これが好評を得たこともあり、その後のオリンピックでは、この東京式が採用されるようになった。日本選手団は、各国選手がすべて入場した後に、一段となって組織された更新で入場した。前の方はメダルを獲得した選手の集団で、女子バレーボールや女子体操の選手も入り、緊張感はなく終わった。 安堵感を漂わせながら更新して行った。この時、NHK テレビで実況を担当した土門正夫は予定外の状況に戸惑い、カメラに映し出される情景を随時伝えていった。予定されていたプログラムと大きくかけ離れたことから予定にない実況を行うこととなったため、他の中継スタッフともども大変な放送をしてしまったという思いを抱いていたが、終了後に、 渋谷の NHK 放送センターに戻ると、他の職員たちから賞賛の拍手を受けることになったという。なお、10月10日の東京オリンピック開会,会式に、イギリス領北ローデシアとして参加したザンビアは、閉会式の日にイギリスから独立し、新国名のプラカードと新国旗を手に入場更新した。入場更新が終わってから、オリンピック憲章に従い、オリンピック発祥のチギリシャ、 日本、次回開催国メキシコの国旗が国家の演奏とともに形容され、安川大五郎大会組織委員会会長の挨拶、そしてアベリー・ブランデージ国際オリンピック委員会会長が閉会の宣言をし、そして東京オリンピック参加の合唱とともに成果が静かに消えていった。15日間にわたって形容されていた五輪旗がオリンピック参加の合唱とともに降ろされて、 競技場内を一点の照明に照らされながら、去っていった。やがて、ホタルの光が流れて、女子大生たちが持つ、松明の火が点々と帯のように灯され、電光掲示板に、さよなら、ウィー、ミートアゲーニン,ンメキシコ1968と表示された。この後、再び、オリンピックマーチが流れて、各国選手団は、また賑やかにお祭り騒ぎのように陽気に踊りながら、 競技場を去っていった。観客たちはしばらく夜空に打ち上げられた花火を見ながら、興奮の余韻に浸っていた。ありがとうございます。